皆さんこんにちは。小松です。今回はパンツァ4コンテストに応募するため、4号戦車 H 型を製作していきたいと思います。4号戦車はドイツの中戦車で、第二次大戦時ドイツ軍で最も生産数の多い傑作戦車です。その中で、H 型は4号戦車のバリエーションでもほぼ最終型に位置し、75mm 主砲を搭載、砲塔や車体側面にシュルツェン、棒盾を装備した特徴のある形状になっています。今回はボーダーモデル車製のキットを製作していきますよ。早速開梱していきます。艶消しフィルムコーティングの箱がなかなかかっこよいですね。部品点数はかなり多め。このキット、4号 H 型の決定版と言われているようなので非常に楽しみです。今回は中期型を作る予定なので、説明書に従って不要なモールドはアートナイフで削り落とします。ちょっと削るにしてはモールドごついよなぁ、ここは別ピースとかにならんかったんですかねー。開始早々モチベーションに若干の陰りを感じます。アートナイフであらかた削り落としたら、棒やすりで表面を整えます。今回はセメリットコーティングをこの上に施すので多少の傷は放置。背面のパーツなどもサクサクと組み立てていきます。合いはバッチリなのでストレスフリーに組めますね。いつものように接着はタミヤの流し込み接着剤を使っています。クレオスの流し込み接着剤がかなり強力で良いらしいんですが、ストックあと5瓶くらいあるからな。また消化したら買ってみますかね。細かい部品はセメリットコーティングを施す際に邪魔になるのでそれらの取り付けは無視して大物パーツを先に組み立てます。前輪保持パーツも取り付け。箱型に組みました。モールドがきっちり出ていてこれだけでもかっこいい。部品精度も高くほぼ隙間なしで組めました。砲塔のハッチ以外は全て閉じるつもりにしていたので取り付けて接着してしまいます。内部インテリアを作ってハッチフルオープンもやってみたい気がしますが途中で投げ出しそうな予感。ピンセットはゴッドハンドの幅広タイプが大活躍中です。これ、慣れると相当便利ですね。お高い工具ですがおすすめです。砲塔の製作に入っていきます。まずは砲身部分の組み立てから、このキット、金属砲身も付属しています。どうしてもプラ製だと満足できない体になってしまった小松にはありがたい限り、金属砲身に変えたい場合、サードパーツ品は取り付ける際に改造が必要だったりするんですよね。金属砲身前提のキットは手間が省けてありがたい。マズルブレーキはプラ製でしたので、そこだけ真鍮製の金属パーツに置換しました。車体に乗せるとこんな感じ。雰囲気出てきました。ハッチ部の組み立て。なかなか複雑なパーツ割りで視察穴の開閉ができるようになっていますね。ハッチを開けておじさんを顔出しする予定なのでここは閉めておきます。組み立てたら砲塔に取り付け、ガルパンを見ていた時はあまり気になりませんでしたが、キットを組むとかなりハッチの存在感を感じます。フィメリットコーティングを施します。実はフィメリットコーティングを入れていく作業は初めてなのでちょっと新鮮。ポリパテで試したんですが、うまくいかなかったのでエポパテでやってみます。使っているのは軽量エポパテグレー。これをガラス板の上で薄く伸ばします。薄く伸ばしたものをパーツの面に貼り、ゴム筆で伸ばしつつ密着。はみ出した部分はアートナイフでカットします。
ジメリットコーティングのモールドを入れるための金属ヘラですが、へこみモールドを掘るためのエッチングパーツが使えそうなので流用してみようと思います。先端幅が2ミリから6ミリまであるので奥まったところなどにも難なくモールドを入れることができそうです。へこみ丸モールドを掘るためのものなので、中央部に1ギメのトゲがついています。これは不要なので除去、アートナイフの柄に差し込んで準備完了です。あとはひたすら押し付けてモールドを入れます。エポパテは30分くらい硬化が進んでから水をつけたヘラでモールドを入れるとやりやすいと思います。これをひたすら必要な面に施します。一気にやると手で触ってしまいせっかくのモールドを潰してしまうので、2面くらいやっては中断、パテが硬化してからまた別の面に追加という形が時間はかかりますが出戻りが少ないと思います。幅を細くしたいところはヘラを交換して対応。これはなかなか汎用性が高いんじゃないかい？ちなみにこのキット、ジメリットコーティング用のエッチングヘラが付属していたんですがこの段階で小松は気がついていません。残念ですね。これでエッチング追加前のジメリットコーティングは完了です。ジメリットコーティングが完了したので、さらにパーツを組み上げていきます。砲塔背面の収納箱を組み立てます。では特徴的な砲塔周りの棒立て製作に入ります。キットではプラで再現されていますが、ちょっと綺麗すぎるのでエッチングパーツを使いたいと思います。今回使用したのはYENモデルの本キット専用エッチングパーツ。これを切り出してアートナイフの柄を使って曲げていきます。これが意外と難しい作業になりましたね。バーナーで焼くと曲がるとかいう話を聞いたんですが本当でしょうか？また機会があれば試してみたいと思います。ちょっといきなりは怖いのであまりモノエッチングパーツで試そうかな。曲げたものを砲塔に取り付けます。なかなかうまいこと合わないんですよねー。大苦戦しました。なんとか取り付け完了。やはり砲塔周りの棒立ては少し薄くて頼りない感じがリアルに感じます。ここにもジメリットコーティングを施します。やり方は先ほどと同様。金属面でもくっつくか心配でしたが特に問題ないみたい。押し付けすぎるとエッチングが外れそうなので慎重に作業を行います。蝶つがいを作ります。戦車エッチングでは大体あるやつですね。これがなかなか細かくて大変。真鍮線をエッチングで挟み込み、プライヤーでかしめて作ります。
ここに瞬着を流し込んで固定すれば蝶つがい一つ完成。砲塔棒立て部の蝶つがいにこれを8個作ります。これを接着すれば完了。作るのは大変なんですが、リアルになるんですよね。もうちょっと簡単な作り方ないだろうか。引き続き車体部分のエッチングパーツ取り付けを行っていきます。作成しているのは車体両側面のフェンダー部分。滑り止めは別パーツを貼り付けて厚みを出す構成になっています。フェンダー側面を折り曲げていきます。こういう時に強弱物を折り曲げる工具がないのでちょっと不便。プライヤーで少しずつ曲げていきます。フロントリアフェンダーもエッチング折り曲げで作っていきます。折り曲げたものを先ほど作成したサイドフェンダーに取り付けます。車体に取り付けます。割と組み立て時に負荷がかかりやすいところなので、瞬着を多めに流し込んで固定しておきます。接着は小西の対衝撃瞬間接着剤。食いつき、固着時間、対衝撃性に優れているのでずっと愛用しています。これを 0.3 ミリシャーペンの芯の先につけて流し込んでいます。ここまでの進捗、かなりゴージャスな洗車になってきました。引き続きエッチング取り付け作業。フロントフェンダーもキメリットコーティングを施します。やり方は先ほどと全く一緒。なんか慣れてくるとこのやり方が小松には一番やりやすいように思えてきました。負け惜しみじゃないよ。ちょっと困るのが、灰色エポパテを使うと貼り付けた部分のモールドが全く見えなくなるので逃がしたいところのエポパテを除去するのが難しい。軽量エポのアイボリーを使ったら少しは透けますかね。これもまた次の機会に試してみることにします。フロントフェンダーを組み立て、キメリットコーティングを追加しました。天輪を保持するパーツを取り付けます。次は車体側面のシュルツェンを取り付ける支柱の組み立て。これもキットのプラパーツではなく、エッチングパーツに置換します。組み立てたものを車体に取り付けます。それ以外にも予備天輪を収める枠パーツやら細かいパーツも取り付け。再び蝶つがい地獄。フロントフェンダー部の蝶つがいは2つのエッチングパーツを折り込み、中央に真鍮線を通してかしめるタイプの蝶つがいです。これは4つ作ります。これをフロントフェンダー部に取り付ければ車体と砲塔の塗装前組み立てはほぼ完了。ここまで出来上がりました。
車体ができてきたので、金属離体の組み立てを行います。金属桁というとフリウルを使うことが多いんですが、今回は R モデルのものを使ってみたいと思います。シンプルにフリウルが欠品だったので色々探して買ってみたんですが、これ、ピンがついていて差し込むだけで OK なのでかなり楽。サクサクと組めて、ピンは刺すだけで片側は外れないのでなかなか便利。フリウルを組んだ方はご存知かと思うのですが、針金を刺してカットしないといけないんですよね。カット後は瞬着で接着しないとダメだし、さらに結構穴が埋まっているのでピンバイスを通してあらかじめバリ取りが必要。一方でこの金属桁はきっちり穴が開いていてピンバイスで穴を開け直す必要もほとんどなかったですね。これは力確定かな。ちょっと入手が難しいのが難点ですね。小松は eBay で購入しました。やっぱこの自然なたるみ、最高ですね。ちょっとお値段張りますがテンション上がります。次は機銃の金属方針。マスターモデルのものを購入してみました。砲塔の機銃は穴の奥行きに合わせるため一部をカット。差し込んでみて確認します。黒染めをするのでまだ接着はしません。車体前方機銃はそのまま使えそうなので、加工なしで進めます。黒染めを行います。いつもバーチウッドを使っていましたが、どうやら危険薬物のため輸入禁止になったようですね。AK の黒染め液を使います。黒染めは金属の表面に黒色の酸化皮膜を作る化学処理で、塗装よりも金属のシャープさを失わずに色をつけられる技法です。この青色の液につけることで金属パーツの表面に酸化皮膜を生成してやるわけです。機銃を入れたら一瞬で黒くなりました。このあたりはバーチウッドと変わらず良い感じ。程よく染まったら水につけて反応を止めてやります。引き続き金属キャタピラにも黒染めを行います。金属の重みによる自然なたるみも良いのですが、金属キャタは黒染めができる、というのも小松がこれを使う理由です。シャープさを失うことなく、またちょっと不均一な錆がリアル感を出してくれるんですよ。パーツが大きいので、少し黒く染まるのに時間がかかりますね。溶液も真っ黒です。黒く染まったら水につけて反応を止めます。多少白い化合物が析出しているので金属ブラシで磨いて取り除きます。これで乾燥させれば黒染め完了。少し赤錆も出て使い込まれたような感じになりました。本体塗装を進めていきます。まずはサフから。防水ブラウンのサフを買い忘れたのでグレーサフから立ち上げ、エッチングでゴージャス感のあった戦車がサフを拭いたらグレードが下がるような気がしてちょっと残念。塗装漏れがあると塗膜が剥がれて金色ややたらと目立つので、何度か重ね塗りを行い漏れのないように塗装をしていきます。防水ブラウンを塗装します。ここまでで下地塗装完了です。本体塗装に入っていきます。今回は3色迷彩をフリーハンドで塗装します。まずはベースのサンドイエローをベタ塗り。戦車の固定に使える大型の固定ジグがなかったのでちょっと買ってみました。アクリルをフライスカット、クリップが付いているシンプルな固定具です。隠し部屋で組み立て時の様子も紹介していますので興味のある方はどうぞ。これもシャドウ吹き電動ジグのように動いてくれると楽ですね。
船モデルの組み立てなどにも汎用が効きそうなので、開発してみたいと思いつつなかなか時間が取れなさそう。次元断層誰か発見してほしいものです。人間が入るとヤバいんでしたっけオウム。フリーハンドで迷彩塗装を入れていきます。グラデーションが広がりすぎないようエアブラシの距離をできるだけ詰めながら塗装を進めていきます。ここでもクレオスの PS771 が大活躍。エアーツと塗料の希釈が多少ばらついても割と安定して細吹きができますね。ほうとう、シュルツェンも同様に迷彩塗装を進めます。私の描き方は先に細吹きで輪郭を吹き、その内側を埋めていく感じ。こうすればうっかり意図しないところに吹いてしまうことを防げるかなと思います。ブラウンの迷彩入れ完了です。ふう、これだけでもなかなか神経使います。引き続きグリーンを入れていきます。動画では数分ですが、集中力と体力の戦いでしたね。3日くらいかかってしまいました。次は天輪のゴム部分の塗り分け。筆塗りでやっても良いのですが、4号戦車は天輪は数が多いのでマスキングシートを貼って塗装します。中央部はマスキングゾルで埋めればマスキング完了。塗装を行います。こういう円形パーツはくるくる回せば良いので楽ですね。これもモーターで取り付けて回せばと新たな電動工具を思いついてみたり。十分に乾燥したら、マスキングを剥がします。これを取り付けて天輪塗装は完了。今度は勝負品を塗装していきます。持ち手をつけることが難しいパーツも多いので、割り箸に両面テープを貼り付けたものに貼って塗装を行います。船モデルなんかでよくやる手ですね。両面テープは安定のニット5000番を使っています。細かい絵などは筆塗りを行います。今回は初めてシタデルカラーを使って塗装をしてみますよ。これ、お値段高めですが発色良し、伸び良しでなかなか使いやすいです。これはおすすめ。割と塗膜も強いですね。ちゃんと硬化したらピンセットで掴んでも簡単には傷がつかない。以前は WN を使っていましたが、品質が悪くなっていると聞いたので最近はゴッドハンドの面相筆に変えました。しっかり毛先がまとまって使いやすいです。塗装完了したパーツを取り付けていきます。フェンダーが金属製なので瞬間接着剤で取り付けます。次はデカールを貼り付けます。今回使うデカールをカット。616号車、君に決めた。いや、まあ、3色迷彩の塗装の段階で決めていたんですけどね。
ベルギー北部における SS 第12装甲師団戦車連隊所属の一両です。この後、撃破された T35 ジオラマに乗せる予定なのですが、時期的に独ソ戦初期から投入されていたことを考えると、放置車両の横を通過したくらいはワンチャンありかと。超絶雑交渉ですが、そんなことを考えながら作るのはなかなか楽しいものです。デカールが乾燥したら油絵の具で墨入れとウェザリングを同時に行います。エナメル墨入れでもいいんですが、少し墨が目立ちすぎて浮いてしまう気がするので乾燥後少し淡い色になる油絵の具を使ってみました。色も真っ黒ではなく、ダークブラウンに少し黒を混ぜた色を使っています。これをペトロールで緩めに溶き、平筆で流し込みます。流し込んだらペトロールで拭い取っておきます。今回は破壊された T35 のウェザリングを強めに行い、生きている戦車と死んでいる戦車の対比をはっきりさせるため4号戦車はしっかりと拭い取ります。ウェザリング完了。4号戦車はかなり完成に近づいてきました。ではジオラマの制作に入ります。ジオラマのベースはよく使っているアートボックス。木工で枠を精度よく作るのはなかなか大変なので重宝しています。額縁の枠だけを購入することはできるのでそれを組めば安く作れるんですけどね。そのうちやってみる予定です。もう材料は買ってあるんですよね。サボってるだけです。留め金具などをドライバーで取り外したら、額縁内部の部品をすべて取り外します。すべて取り外したら、先に外周の枠板を木工用ボンドで接着。その後背面の板を戻してアートボックスの下処理は完了です。側面の壁はタミヤのプラボードを使って作ります。丸の小判で斜め45度にカット。カットした板材をアートボックスを当てにして組み立てます。この材料、プラボードでなくアクリルや木の板でもいいんですけどね。やっぱ普通のプラ用接着剤で接着できるのと、後で輪郭カット時に超音波カッターで簡単に切れるというメリットが捨てがたいです。枠ができたら高さを上げるため、スチレンボードをカットして枠にはめ込みます。さらに高低差を出すためにスチレンボードを追加。今回は中央に小川を作りたいのでその部分を避けて貼り付けます。ウレタンボードである程度形ができたら猫砂に水を足して粘土状にしたものを貼り付けます。もともとの色が薄い茶色で目立つので、墨汁を足して少し黒くしておきます。先ほど作成したウレタンボードのベースに盛り付けます。盛り付け完了。かなり水を含んでいるのでこのまま放置して乾燥させます。猫砂粘土がある程度乾燥したらプラボードの立ち壁を超音波カッターで輪郭に合わせてカット。
乾燥するとこんな感じ。かなり墨汁を入れたつもりでしたが割と白っぽくなってしまいました。さてここから多少汚れる作業になるのでアートボックスの枠をマスキングしておきます。最後はシートを貼る予定にしていますが、プラボードの白がちょっとでも見えると目立つので、あらかじめ黒で塗装をしておきます。黒塗装後、上からタミヤの情景テクスチャーペイントを盛り付けます。乾燥すると表面がザラついて地面に見えるので愛用しています。小川を作ります。あらかじめへこみをつけていた部分に熱帯魚用の砂を巻きます。ニパコジオラマ用に買ってきた熱帯魚用の砂ですが、使う量が少ないので全然消費できる気がしねえ。これをボンドに水と中性洗剤を混ぜたもので固着します。中性洗剤を入れとくと水が玉にならず流れ込んでくれるので入れときましょう。角部分は PP テープで仕切りをして砂を巻きます。さらに小川の両脇は毛輪の砂を巻いて砂と地面の輪郭をぼやかしておきます。これもボンド水で固定。作りかけの4号洗車を置いてみるとこんな感じ。さて突然ですが T35 の登場です。小松模型ヘビーユーザー様なら知っている、2014年からすでに6年間もの間放置されていた T35、こいつを今回のジオラマに放置車両としてデビューさせてやりたいと思います。やったね、百貨店ちゃん。仕事ができたよ。初めてカットモデルをやるので完全な我流ですが、まずエッチングパーツはノコで切る前に外れそうなのであらかじめ取り外します。金属キャタピラも同様に、エッチングに金属キャタピラ、金属方針を使っていますからね。なかなか豪華なジオラマ素材となっております。金属パーツを外しました。今にも走り出しそうですね。ブータイノコカットに入ります。レザー層でジオラマ形状に合わせてバッサリカットします。レザー層の枠って高さのあるものをカットする際は邪魔なんですよね。途中から刃だけ外してカットしていました。ノコカット時の振動でポロポロパーツが外れていきますが気にせず進めます。これでカット完了。ぶっつけ本番でやってみましたが案外いけるもんですね。ただ穴が開きっぱなしも見栄えが悪いので埋めてしまうことにします。とりあえず余っていたスチレンボードの切れ端を突っ込む。ここにポリパテを塗り込んで穴をきれいに埋めます。先に言っときますが、この方法スチレンボードが溶けて盛大にへこみます。エポパテを使えばよかった。古くなってきたから消化しときたいと思って使ってしまった。反省しかしていない。後でシートは貼りますが、エポパテの黄色は目立つのでラッカー塗料の黒で少し調色しています。エポパテで埋めた面をブロックヤスリを使って研ぎ出し、面を平滑にします。今回使ったのは 3M のスポンジブロック。スポンジと入ってもポリパテの平面を出す分には十分。カットした面ギリギリまでヤスリがけを行えば台座用線に合わせたカット面の出来上がり。面を出し終えたら分解していたパーツを元に戻します。
金属キャタピラはレザー層でカットしました。エッチング製のフェンダーはレザー層でカットすると歪んでしまいそうなので、シャーペンで毛書きを入れてからエッチングバサミでカット。これもカット後に組み立てます。デカールで貼っていたガルパンのプラウダ高校マークは同じ色を塗装して隠します。ちょっともったいない気もするんですが、尊い犠牲ですね。これはいわゆるコラなんでもないです。ウェザリングに入ります。今回この戦車は故障して放置された想定なので濃いめにウォッシングを施します。使っているのは油絵の具。ペトロールで溶いて平筆で塗りたくります。角部に溜まった油絵の具がサビが浮いているような感じになって良い感じ。雪がまばらに降っているジオラマにするので、放置車両にも雪を撒いておきます。使っているのはガラスビーズ。ガラスの透明感を期待して使っていますが、モーリンの雪砂とそれほど変わらないですね。ただ粒子はかなり細かいのでオーバースケールにはなりにくいかと思います。さて、ジオラマ制作再開。寒い感じを出すため、色の濃い土が再現できるリアリティーンスケールの地面ベース素材セットを使います。ただ少し粒子が粗いので100均のミルに入れて細かくして使います。このミルの刃はプラ製なんですが、ちゃんと細かく粉砕されてます。100均侮りがたし。少し巻いてはボンド水で固定を繰り返し、上形テクスチャーペイントで作った地面を隠すくらい重ねます。ボンド水が硬化したら次は小川の制作。キャタピラが水に浸っていた方がリアルかなと思い、先ほどカットした戦車を配置し、透明樹脂でブコン ET を流し込みます。ジオラマの端部分は PP テープで目止め、樹脂が流れてしまわないようにしていますが、今回は PP テープだと不十分でした。少し漏れたのでこういう時はアクリルの板などを当てた方が良さそうです。次は泥の制作です。グリーンスタックワールドのピグメントを買ってきました。これを紙コップに開け、クリアタルゲルと石膏を混ぜ込みます。水を含んだ泥はクリアタルゲルの透明感とツヤで再現、含んだ砂利や土の塊は石膏のザラザラ感で表現します。もっと砂利の多い泥にしたければ砂を混ぜるかプラスターを使うとそれっぽくなります。今回は砂利の少ない泥にしたいので石膏を混ぜて泥を作ります。鉄道模型などでコーヒーの出がらしを使うって聞いたことがあるんですが、どうなんですかね。十分処理しないと腐りそうですが、小松はファミマコーヒーがお気に入りなので試す機会はないんですけどね。できた泥をジオラマに塗ります。少し固めの筆で塗りつけていくと自然な雰囲気になります。履帯の後ろに泥を厚塗り、余ったキャタピラパーツを押し付けることで走行の軌跡を追加します。さらに上からガラスパウダーを吹きかけて雪を散らし、浮遊感を出します。ちょっと軌跡が雪で埋まってしまったので、サイドプラパーツを押し当ててできたての軌跡を再現します。
歩兵を塗装します。正直小松はあんまり歩兵塗装得意じゃないんですよね。もっと作例のようなかっこいい塗装をしてみたいもんですが、どうやればいいもんか。今回はウォーハンマーでよく使われているシタデルカラーを使いたいと思います。戦車のコ部品にも使いましたが、なかなか使いやすかったので期待大です。影を入れるための専用の塗料などもあるようなので、ネット情報のままに塗料を買ってみました。サフを拭いた上から顔の肌色を塗り、上から下出るコントラストで影を入れます。もともと流し込みができるくらいシャバシャバの塗料なので、そのまま使えるのは楽で良いですね。服の白は平筆で、白を使うとわかりますが発色は非常に良いです。さすがにメカサフヘビーからの立ち上げなので、いきなり真っ白とはいきませんが、2回塗り重ねると十分隠蔽してくれました。陰影をつけます。下出るシャドウを使うと影を効果的に入れられるようなので、試してみます。筆で何回もなぞるようにすると、自然な陰影が入れられるようです。この辺は慣れが必要ですね。濃すぎると雰囲気台無しなので練習あるのみ。光が当たるところは白を塗り重ねて、光と影のコントラストを際立たせます。ブーツ、手袋、水筒など小物パーツもそれぞれ購入したシタデルカラーで塗ります。シタデルカラーって今回いろいろ購入しましたが、リードベルチャーとかコーバスブラックとかちょいちょいかっこいい感じの名前が多いですね。中二感が頭が。ズボンの裾などはパステルを軽くこすりつけ、土汚れを再現しときます。これで歩兵塗装完了です。以前よりは上手くなったでしょうか。下出るカラーにおんぶに抱っこですが、ジオラマに配置します。塗装固定用に差し込んでいた真鍮線を長めに残してカット、固定用に使うと楽です。台座の木枠部分のマスキングシートを外します。立ち壁部分に木目シートを貼り付け、ダークウッド柄の壁紙粘着シートですが、台座の木目に近いものを選択してあまり浮かないようにしています。貼り付けたら地面の凹凸に合わせてカット。切りすぎないよう、ハサミでラフにカットしてから、残った部分をアートナイフでカットして仕上げます。石型戦車の回でもやりましたが、ワンポイントで台座と立ち壁の段差のところにプラ角棒を追加します。できるだけ台座に近い色を選択したとはいえ、全く同じ色ではないので境界線を設けてメリハリをつけようと思います。カット面が外から見えないようにプラ角棒は45度でカット。下地にサフを拭いた後、フィニッシャーズの赤金を塗装します。金属感丸出しテッカテカではくどくなりそうなので、ツヤ消しで仕上げます。塗装した枠は接着剤で貼り付けます。枠の取り付け完了。最後にレーザーカットしたアクリルネームプレートを貼り付ければ完成です。
これで制作完了です。